ソロモニアユーリー・エブナ・サブーロバは、モスクワ大公バシーリー三世の最初の日、聖教会の聖人であり、スーズダリのソフィアとも呼ばれる。ソロモニアは、タタールの血を引くユーリー・コンスタンチノビチ・サブーロフの、娘として生まれた。父は、娘が大公妃となる際に大貴族に助せられた。ソロモニアの経類には、イヴァン四世の息子、イヴァン・イヴァノビチの最初の妻、エブドキア・サブーロバ。 そして、サブーロフ・ゴドゥノフ家出身のヒョードル一世のヒイリナ、ゴドゥノバと、その兄で1598年に、ツァーリの座についたボリス・ゴドゥノフがいる。ソロモニアとバシーリー三世の婚礼は1505年9月4日、花婿の父イヴァン三世も出席して取り行われた。モスクワ府主教シモンが、モスクワのクレムリン内にある生信所、終身大聖堂で新婚の夫婦を祝福した。 結婚後20年経っても、対抗夫妻に子供が生まれないため、ソロモニアが馬詰めであることが分かってきた。バシーリー三世がこのまま息子を儲けずに死ねば、弟たちが対抗意を引き継ぐことになるのは目に見えていた。こうした展開を避けるため、バシーリー三世は弟たちを投獄したり、あるいは自分に息子ができるまで結婚を厳禁していた。長い目で見れば、こうした措置が、 モスクワ流陸王朝の断絶と、それに伴う大動乱を引き起こしたと言える。ソロモニアは輝くような美人で、立派な道徳心と、柔和な性格も持ち合わせたが、子供を授からないとなると、自然バシーリー三世との夫婦関係も重苦しいものになり、ついにバシーリー三世は、外国の医者に妊娠の手助けを求めることまでした。1525年、 バッシーリー三世は、モスクワフ主教、ダニール及び、大貴族たちの同意を得て、ソロモニアと離婚することを決意したが、バッシアン・パトリケーフやマクシム・グレクといった何人かの宗教的権威は、離婚は不法であるとの宣言を出した。1525年11月、大公夫妻の結婚の解消が成立し、ソロモニアは、修道女の衣服を着せられて名前も、ソフィアと変えられ、 モスクワの生信女誕生修道院に入れられた。その後、ソロモニアはスーズダリのポクロフスキー修道院に移った。この修道院は、対抗夫妻が四次を授かるように祈願をして回った修道院の一つであった。ジギスムントフォン・ヘルベルシュタインはその著書、モスクワ事情の中で、ソロモニア大公妃は、必死に抵抗したが無理やり修道院に押し込められた。 と述べているが、ロシアの年代記は、ソロモニアは、太閤の意志に、自発的に従って商用と修道院へ入った、と描く傾向がある。ソロモニアは、修道院に入った後で、ユーリーという息子を出産したという噂も流れた。伝説によれば、この時生まれたという王子は、クディアルという義族になったとされる。ソロモニアは1542年、スーズダリで亡くなった。ありがとうございます。